多摩市ミニバスの車両ハローキティラッピング多摩市ミニバスは東京都多摩市のコミュニティバスである。1997年11月1日に東西線、南北線の2路線を運行開始。京王バス多摩営業所に運行を委託している。開業後はルートの変更を経て、現在は東西線、南北線で2路線4ルートが運行する。全路線が長山駅を起点としており、東西線は多摩センター駅、唐木田駅を経由する循環路線となっている。主に多摩ニュータウン内の大規模団地などの住宅地と市内の駅や公共施設を結んでいる。東京多摩地域では比較的早い時期の1990年代に開業したコミュニティバスの一つである。また、京王電鉄バスグループとしては、1986年8月20日開業の日野市ミニバスに続いて2番目の運行受託となる。2009年以降のカラーリング費のレインボー2多摩市が運行経費を補助し、実際の運行や管理は、京王バス南多摩営業所に委託している。日野市ミニバス同様、コミュニティバス専用車両を用いることを除けば、通常の京王バスの路線と同様で、運賃も他路線の運賃制度に基づいた、初乗り現金180円からの宅間運賃制が取られている。京王バスの IC 定期券、もっとくパス、パスもSuicaなどの交通系、IC カード、東京都シルバーパスが利用できる。東西線、南北線の2路線4ルートがあり、いずれも長山駅を起点とする。東西線は右回り左回りの循環経路となっている。2014年10月より南北線は桜ヶ丘、和田ルートと新設の愛宕ルートを交互運行する。長山駅をまたいでの乗り越しはできないが、長山駅で東西線同士あるいは東西線と南北線を乗り継ぐ場合は、降車時に乗務員に申し出ることで乗り継ぎ割引を受けられる。運行開始当初の車両を日産ディーゼル RN2007 年撮影東西線 AA52.53 系統は循環路線で全く同じ経路の右回りと左回り。起点の長山駅をまたいでの乗り越しはできない。一周の所要時間は1時間を超える。対キロ宅間運賃制のため、一周すると480円かかる。南北線AA71 系統と A72 系統の交互運行。南北線は片道運行の経路である。南北線級、南北線の北端区間では、日野市との市境付近のもぐさ団地まで乗り入れており、利用エリアは多摩市と日野市にまたがっていた。なお、日野市ミニバスは、三沢台路線、落川路線が多摩市内の聖蹟桜ヶ丘駅まで乗り入れている。2014年10月、経路変更により一部区間が廃止され、新たな A71 系統となった。多摩市の花、山桜をデザインした専用カラー2009年から採用されている現行の専用カラーは、多摩市の花、山桜をデザインしたラッピング。デザインは、東京都市大学メディア情報学部、社会メディア学科の小池情報デザイン研究室が担当した。また東西線では2005年4月1日からハローキティが車体に描かれたラッピングバスが運行されている。開始当初は小型車が使用され、ラッピングの絵柄や色調は現在のものとは異なり、京王電鉄バスカラーの車両に青色地のラッピングがされていた。2010年からは車両代替に伴い中型車が2代目ハローキティバスとなった。2代目車両は車内もサンリオキャラクターの装飾が施され、様々なキャラクターが多摩市内の名所を紹介するポスターも貼られている。2010年10月10日から2011年1月9日までの3ヶ月間、高齢化の著しい愛宕、和田地区と長山駅、多摩市役所を結ぶミニバス、愛宕ミニバスを運行する交通社会実験が実施された。1日の平均乗客数は目標の480人を大幅に下回る 90.51 人だったが、阿部裕之市長は、今回の社会実験は、高齢化が進む愛宕地域の活性化だけでなく、長山の商店街をはじめ地域との交流促進、何よりも孤独化が進む地域社会の中で健康長寿の街づくりに向けた大きな一歩だったと考えられると述べた。この取り組みは2011年1月5日放送の NHK 総合テレビジョン首都圏ネットワークでも紹介された。ありがとうございます。